着きました。こちらです。おー、どっちでもいいんじゃないって思っています。でもなんか面接で聞かれるんですよね、うん、なんで聞くんですか。こういうスペースもあるんだね。どうもしゅんです。こんにちは。今回は就活生の OB 訪問に密着シリーズということで、今回は独協大学の高橋さんの OB 訪問に密着させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、セルビリックスっていう会社の執行役員の松澤さんに OB 訪問をさせていただきます。はい、ということで楽しみましょう。はい、レッツゴー。はい、ということで高橋さん、はい、着きました。こちらです。おー、ということで今から行ってきましょう。はい、頑張ります。歩きましょう。はい、ということで到着しました。行ってきます。行ってきます。おお、早速中に入れますか。ちょっと社員証をお借りしたので。はい、こういうスペースもあるんだね。すごいですね。カフェスペースかな。安い。こういうの地味に嬉しくない？うん、安い。ちょっと購入します。これ初めて見たんだけどな。私も初めて見ました。せっかくなんで。あれは多分営業するときに使うんだよね、うん、すごい、音が漏れないんだ。あー、聞こえないですね。うん、すごい、めっちゃ大声出しても聞こえないよ。ちょっと閉めてもらっていい？おーい、ちょっとうるさいんで静かにしてもらっていいですか。すいません。ここ何ですか。すごいよね、うん、半個室みたいな。めっちゃ集中できそうね。ということで松澤さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、セルビリックスの松澤と申します。セルビリックスでは今営業支援事業本部といういわゆるセルビリックスの売上を作る部門の鑑賞役員をさせてもらっています。ということで今回は OB 訪問ということで、高橋の方から質問であったりとかちょっと相談したいことがあるので、はいはい、ぜひさせていただけたらなと思ってます。私のお悩みというか相談は、キャリアプランを自分で描けないっていうのが悩みです、うん、っていうのもその面接で10年後どういう姿でありたいとか、どういうキャリアプラン持ってるとか聞かれることが多くて答えられないんですよね。結構聞かれますか、キャリアプランに関する質問って。2回ぐらい。2回ぐらい。それは何分の2回ぐらい。5分の2。ああ、じゃあ 40% ぐらいってこと。はい、大前提、僕がこうキャリアプランをどう捉えてるかっていうところを少しお話しさせていただくと、決してマストじゃないと思ってるんですね。キャリアプランを描いているということ自体はちょっと乱暴な言い方になるかもしれないですけど、どっちでもいいんじゃないって思っています。でもなんか面接で聞かれるんですよね、うん、なんで聞くんですか。自分の会社の10年後、20年後、目指している方向性、これを会社の場合はビジョンっていう言葉で表現したりしますけど、この会社のビジョンとかそのビジョンに基づいた事業の計画とか展望みたいなことに照らし合わせた時に、この人が5年後10年後なりたい姿とか身につけていたりいいスキルとか、こういったものがちゃんと同じ方向にそぐっていくかなっていうところを確認したかったりするからなんじゃないかなというふうに思います。なるほど。でもだからいらないと思って、今って VUCAの時代と言われていて、すごく変化が激しかったり曖昧だったり、
不確実なことが多かったりみたいな、こういう時代の中でいうと、会社のビジョンも含めてこれから先どうなっていくかっていうことがすごく見えづらかったり予測しづらかったりするじゃないですか、うん、なのでどうなるかわからない未来にこうなりたいって決めてしまうと、他の可能性の芽を摘んじゃったりとか、アンテナが張りづらくなっちゃったりとかっていう、個人側でいうとリスクもあるなって思ったりするし、言ったって今の段階でセレブリックスが10年後こうなってたいって言っていたとしても、そこに向かう上り方は変化していく中でいろいろ変わっていくと思うんですよ、うんうん、なので固めすぎないっていうのが、特に個と個人のキャリアでいうと僕はいいんじゃないのって思っている派なので、あってもなくてもどちらでもいいんじゃないって思ってるっていう感じかな。全くイメージできないんですけど、どういうふうに働くとか、どういうふうに昇給していくとか、どうやったら描けるのかな。例えばキャリアっていうと仕事ってイメージするじゃないですか、はいはいはい、もう少し枠広げてみて人生みたいな切り口で考えてみると、最終的にこんな状態になっていたいみたいなことだったり、その過程でこんな状態を実現していたいって結構出たりするんじゃないの。最終的なゴール60歳とか70歳の時にどういう状態で仕事を終えていたいっていうのはあるんですけど、うんうん、例えばどうなっていたいんですか。例えば孫とか娘とかがいた時に、その人たちに私こういうことしたんだよ、こういう価値を社会に提供したんだよって誇れるような仕事をした状態で終わりたいな、うん、いいじゃんいいじゃん、後世に自慢できるような仕事がしたい、うん、はい、あめちゃくちゃいいじゃないですか。例えばその自慢できる状態を作りたいって思った時に、なんで自慢できる状態を作れていると高橋さんは幸せだなとかハッピーだなっていうふうに思うんですか。自慢できる状態だと、なんか私がこういうことしたんだよって言ったことで多分みんなも幸せになってくれるし、例えば、うん、私の父親がハリキュー治療院やってるんですけど、それでお客さんを幸せにしたり笑顔にしたりっていう話を聞いてると、こっちまで幸せになれるし、こっちも誇れるなって思うんですよ、他の人に。ということは高橋さんは自分を起点にして周りの人にいい影響を与えたりとか、誰かの笑顔とか、うん、誰かの幸せにプラスの影響を与えたいみたいなことが、うん、すごくなんかやりたいことだったり、はい、ワクワクすることだったりするのかね、はい、うん、それはありますね。どの仕事でやるかっていう前提で決めていくと、すごく思考の範囲が狭まるんですよ、うん、なので共通項を探すというかさ、うん、この状態ってなんで自分にとって楽しいんだろうなとか、自分はどうしてこうなりたいって今口に出してるんだろうなっていうことをいっぱい出してみて、でそこを深掘りしていってさ、共通項を探していくと、あ、自分は影響力というキーワードがすごく自分にとって大事なキーワードで、これを実現できている時にすごく楽しさとか喜びを感じるんだな、うん、だとすると影響力が行使できたり、影響力を身につけることにつながる仕事がやっていきたい仕事だったり、身につけていきたいスキルだったりするんだなみたいな感じで考えていくと、だんだん具体的にイメージが具現化されていく印象を持てるんじゃないかなと思うので、漠然と大きなことを考えていてもそこってすごく遠い世界の話だったり、さっき言った通り見えづらかったりする時代の中だったりするから、もっと身近なところで何やってる時に楽しいかなとか、ドキドキするかなとか、こんなところから探していくっていう探し方も全然あるんじゃないのかなと思う。ちなみにキャリアプランは極論必要ないっていう話だったと思うんですけど、受かるために作らなきゃっていう思考で今高橋さんも相談したと思うんですけど、合否にそこまで関係ないとしたらどういった要素が関係あるとか、こういうところができてる学生と働きたいなって思うとかってありますか。自己分析の深さとか自己理解の深さができてるかどうかかなと思います。どういう部分で自己理解ができてるなとかっていうのが伝わったりしますか。例えば今のキャリアの話で言うと、はい、決まっていないことを決まっているかのように話しても我々からすると、まあ、見抜けちゃうわけですよ、うん、薄ぺらとか、絶対思ってないでしょうとか、うん、分かっちゃう。確かに。であればわざわざ言葉で聞かざらなくても、決まってないなら決まっていない、うん、でも先々仕事をしていく中で決まっていく必要があるということは認識している、うん、そのために今こんなことをしている、決まってはいないけど見つけるためにこういうことやってるとか、こういうことがちゃんと語れるかどうかで本質理解してるなって
いうことだったり、今そのキャリアがのイメージが描けていないことを決してネガティブに捉えているわけでも放り投げているわけでもなく、ちゃんと向き合ってるなっていうことが伝わると、別にいいアクションできてるんじゃないとか、確かにそういう時代だしね、その通りだと思うよって共感したり納得すると思うんですよ。で結局は面接官に納得感を醸成できるかどうかだと思うんですよ。その醸成のさせ方は、あるものをちゃんと伝えるでもいいし、ないけど今の状態をそのまま伝えるでもいいと思う。どういうふうに相手に納得感を醸成できるかが大事なんじゃないかなと思う。今の増澤さんの話を踏まえて、キャリアプラン何ですかって聞かれた時のちょっと練習をしてみましょう。わかりました。模擬面接。模擬面接、高橋さんですか。高橋さん、ちなみに5年後10年後なんかこうなってたいみたいなものって何かあったりされますか。5年後10年後で言うと、まだ具体的にどういう働き方してたいとかは正直わからないんですけど、ただその仕事を終えるときに自分の孫であったり子供であったりに、私はこういうことしたんだよ、社会にこういう価値提供したんだよっていう風な誇れるような働き方をしたいなっていう風に思ってるので、それが達成できるような会社を今探してる状況です。どんな価値を提供したいかみたいなことはまだ具体的には決めきれていない感じですか。そうですね、具体的には決めきれてないんですけど、今インターンでやってることとして、モヤモヤした気持ちを抱えた学生、行動ができなくて一歩踏み出せなくてモヤモヤした学生の背中を押してあげて人生の選択肢を広げるみたいなことをしているので、やっぱりその学生とか若い人たちに人生の選択肢を広げて、なんかもっと自分主体で生きれる、ワクワクした人生を生きれるような価値提供したいなって思ってます。頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございます。どうでしたか今のは。あ、いや、良かったと思いますよ。もっと自分の言葉で話ができたり、自分の中で本当にこう腹から出るというか、腹落ちしている言葉で伝えられるようになると、もっと伝わるとは思いますけど、伝えたいことの方向感とかはすごく伝わったかなと思います。ちなみに先ほど採用担当側としても志望動機とかそこまで重要視しないっていう話をしてたと思うんですけど、逆にここはもうめちゃくちゃ重要視して見てるとか大切にしてるみたいなポイントってありますか。それでいうとやっぱり価値観を見ていて、どの質問で価値観を見ているかということではなく、質問の時間や面接の時間の全てでセレブリックスに合う価値観を持ってるかどうかということをすごく大事にして見ています。例えばどういった価値観なんですか。例えば僕たちの会社は営業の会社ではあるんですけど、個人で仕事をする会社ではなくて組織で仕事をする、組織で成果を追いかけていくという働き方をしています。なので当たり前ですけど、一緒に働く仲間を大切にできたりとか、相手に対して配慮ができるとか、こういった人を大切にするっていうことを大事にしているカルチャーを持っていたりするんですね。そうすると周りの方々と今までどんな関係を築いてきましたかとか、その方々とうまくいかなかった時にどういう解決をしましたかとか、こういうことを通じて逃げないかとか、向き合い続けるかとか、大切にしているかみたいなことを確認する。例えば1個で言うとそういうことです、自分の価値観と会社の価値観を合うかどうか見極めるポイントとかってありますか。大事なことは2つあって、1つは自分の価値観を明確にすることですね、だからさっき言った通り考え続けるとか向き合い続けるってことが大事で、何を大事にしているのか、全部得られないから、じゃあ1個しかってなったら何選ぶのかとか、こういうふうに自分の価値観をソリッドにするというか、ちゃんと明文化するっていうことが大事で、あとはそれを会社の価値観やその会社の採用責任者だったりトップの人たちだったり現場で働く人たち、いろんなレイヤーの人たちにぶつけてみることがすごく大事で、だからもっと質問した方がいいんですよ。よく終わりしなに何か質問ありますかぐらいで終わっちゃう時間あると思うんですけど、僕6対4ぐらいなんです。6割僕の質問終わったらバトン渡しますと、どうぞご質問してくださいと、僕についてでもいいし、会社についてでも事業についてでも未来について何でもいい、気になることがあったらっていう形で質問のバトンを渡すんですよ、これがあったらなおいいですけど、なかったとしても質問させてもらえませんかっていう時間をいただきに行った方が絶対にいい。 そこで価値観の照らし合わせしないと、じゃあ御社が大事にしていることってどんなことですか、例えばこういうことがあった時ってどっちを選ぶんですかとか、あなたはどういう価値観で仕事なさってるんですかとか、こういうことをいろいろ質問させてもらって、自分の大事にしているものとこの会社で働いている人が大事にしているものが一緒なのかどうかを
確認しようっていう作業を学生側からもしないと、うん、それは僕らから会うからオファー出すはあるかもしれないけど、皆さんが本当に会うから入りたいと思うかどうかって別の話になっちゃうじゃないですか、うん、お互いの努力だと思うんですよね。どうでしたか松澤さんの。向き合ってくれるなと思ったし、目を見てずっと話してくれるので、うん、すごい嬉しかったです、うん、ざっくりセレブリックスさんの魅力を、松澤さんから見る魅力を教えていただきたいなと思ってます。2つあって、1つはいい人が多い会社です。いい人が多い会社だと思っています。それは僕たち今まで歴史を遡ると20万人以上の方々の営業の方々を見させていただいて、成果上がるとか優秀とかこういった方々を、まあ、ある意味評価させていただく仕事をずっとしてました、うん、まあ、そういった人を見る目みたいなところに超えているという自負はあって、そのフィルターを通過して入ってきている方々が集まって今1200人いる、まあ、僕の事業本部でいうと450人いるという、この中で言うとやっぱり圧倒的に魅力的な人材だったり、人を大切にする人材だったり、総じていい人材が多いというところが一つ魅力かなというふうに思ってます。二つ目はやっぱり営業の会社であり、営業を支援する会社であり、営業を教える会社であるからこそ、営業という行為や営業という活動に対して死ぬほどこだわっているメンバーが多いです。なので日本で一番営業のことを真剣に考えていたり、日本で一番営業の未来を真剣に考えている会社だというふうに自負をしています。この2つが我々ならではの強みや特徴かなと思います。最後に何かありますか。話すってすごい大事だなって思って、はい、価値観に合うかどうかは面接の中で聞けってあったんですけど、ホームページ人と向き合う、仕事と向き合いますって書いてあっても本当かなってちょっと分かんない部分があるんですけど、今話しててすごい熱量も伝わってくるし、あ、本当に心の底から思ってるんだな、すごい魅力を感じたので、実際に話すっていうのはすごい大事だなって思いました。そのために面接があると思った方がいいですね、うん、僕らもそうですけど、ホームページにはいいこと書くんですよ、ね、うん、悪いこと書くわけがないじゃないですか。なのでそこに書いてあることだけじゃなくて、そこに書いてあることを体現している人たちだったり、それを大切にしている人たちに直接コミュニケーションを取れるのが面接なので、そう、選ばれるじゃなくて皆さんが選ぶために就職活動をしていて面接をするんだっていうぐらいの違いで臨む方がいいのかなと思います。ということで今回松澤さんに OB 訪問をさせていただいたんですけど、この OB 訪問を見てセレブリックスさんに興味が出た方や興味が出なかった方も、ぜひ下の概要欄からホームページであったりとか採用ページを見ていただけたらなと思います。ということで本日は松澤さん貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。